皆さんこんばんは、 MK です。ポケットモンスタースカーレット青の円盤パート83やっていきましょう。前回でブルーベリー図鑑完成に必要なバイオレット限定の通常ポケモンをすべてゲットすることができたということで、今回はいよいよバイオレット限定のパラドックスポケモンゲットしに行ければと思います。スカーレットでいうウガツホムラやタケルライコのポジションですよね。果たしてどんなポケモンたちなのか、そして MK さんはゲットできるのか、早速バイオレットの方に行こうと思うんですが、その前に一つ、 MK のゲーム実況チャンネル、なんとつい先日チャンネル登録者数52万人を突破しました。ここまで来られたのもいつも応援してくださっている皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。そしてここまで来たら53万人54万人とまだまだ頑張っていきたいということで、まだチャンネル登録をしていないというそこのあなた、まだチャンネル登録していませんよね。ぜひこの機会にチャンネル登録の方をよろしくお願いします。登録したらコメント欄にチャンネル登録したよと書いていってください。そうすれば私個別に返信していきますので。そういえば MK さんのチャンネルたまに見てるけど、実はチャンネル登録はしてないんだよなというそこのあなた、なんならスカーレットバイオレット結構見てきたけど、実はチャンネル登録はしてないんですというそこのあなたも、ぜひこの機会にチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、技マシンマシンさん、チャンネル登録しましたか？なんかこういう機械がチャンネル登録できるのかはいまいちわからないところではございますが、よし、じゃあ早速バイオレットの方に行きましょうか。前回シュウメイくんからもらったエモートでバイオレットの方にゴー。はい、ということでバイオレットにやってきました。ストライクがめちゃくちゃ大量発生していますが、あまり気にせずサザルさんイベントを進めましょうか。そう、このイベントをやるために MK さん裏作業でですね、北上の里の150匹の図鑑、そして、ブルーベリー図鑑ですね、ブルーベリー学園の200匹の図鑑すべて集めております。なので勝ち熊イベントとかガーディーをもらうイベントもね、しっかりバイオレットの方でも終わらせておきました。これでちょっと時間がかかって更新が空いてしまいました、大変申し訳ございませんでした。ということで、これでもらえるかと思います2枚の写真を、 MK2 君もしかしてテラリウムドームで200種類もポケモン捕まえたんだ、やるね、大変だったよ結構。まあまあまあ、ポケモンホーム使ったんですけどね、まあポケモンホーム使ったから楽勝でした。はい言うてもね、どのポケモンを送るかみたいなのリスト化しないといけないからね、ああ楽勝だったんだよ。ポケモンの達人憎いね。先に来てた私よりドームのポケモン詳しくなってそう。それではお約束のとっておきの情報を教えてしんぜよ。ここで見せてもらえる写真がスカーレットとバイオレットで変わるんですよね。この写真見てごらんよ。お、違うなね、前ライコーがいたとことは、ライコーじゃねえや、タケルライコーがいたところとは違いますね。そしてこれもウガツホムラの場所とは違う、いや同じか、ちょっと、いやちょっと違うな。ということで、あれですね、ブラックホワイトの純伝説テラキオン、ビリジオン、コバルオンの未来パラドックスポケモンかと思います。この子たち一部では鉄の岩尾と鉄の頭って呼ばれてる。鉄の頭は事前情報ありましたけど、岩尾はありませんでしたね。まあテラキオンが鉄の岩尾なんでしょう。謎の場所に謎のポケモン、本当だったらすごいよね。よーし、じゃあちょっと捕まえに行ってくるわ。パルディア地方のどこからしいけど、 MK2 君は行ったことある？一瞬行きました、ストーリーで。へえ、有名な場所なのかな。今度私も行ってみたいな。とはいえこのご時世フェイク写真かもしれないけどね。でも興味あったら行ってみて、謎のポケモンを探すのも楽しそうじゃないかい。写真見返したかったらいつでも声かけてよ。いい調査結果を期待してるぞ MK2 君。ということで、サザルさんいつ見ても可愛いなね、ちょっと関さんの先祖だと思うとね、若干怖いところもありますが、よーし、じゃあ早速行きましょうか。北上じゃなくて、パルデアの大穴、これ直で行きたいんだったらゼロゲートから行きますか。いや、これどっちが早いんだろう、いつも思うんだよね中に飛び込んだ方が早いのか、それともワープ装置を使った方がいいのか。まあとりあえず鉄の岩尾が場所的には分かりやすかったので、あっちから探していきましょうか。ちょっと夕方になっちゃっておりますが、これ一回扉挟むんだったら多分降りた方が早いな。で、なんか特徴的な岩があったじゃないですか、なんか立てかけてある、あの岩を探せばその麓にいるかと思いますので、その岩を探していきましょう。鉄の岩尾
顔だけにね。まあまあまあ別にあんまかかってないか。はい、くだらないダジャレを言ってしまいましたが、チャンネルはそのままでよろしくお願いします。待てよ、そうこっちはね未来パラドックスポケモンがいっぱいいるんですが、岩をよく見ろ。待って、あれじゃない？違うかな。いやちょっと違うかもな。なんか縦、あれ、いやちょっと違うかもな。待てよ、その下、その今さ、あのちょうどミライドンの頭あたりにあるやつ、あれが怪しい気がするんだけど、あれじゃなかったか。あー待って待って待って、ミライドン、ミライドン、あ待って、ここじゃない、ここじゃない、奇跡的にこれでは、おいこれだろ、これだったよねさっきの。え、いないよ鉄の岩を。おいちょっとずれてんのか、切り傷、あーいた奥だと思ったら手前でした。ということで鉄の岩を発見しました。ちょっと待ってね、ドドゲザンがいるから、まあとりあえず捕獲は大丈夫、モンスターボールもまあ150個ぐらいあるからなんとかなるでしょう。ということでじゃあ早速、ちょっと後ろから、ポケモンが来ちゃってるので行きましょうか。うわこんな感じなんだ、なんかあんまかっこよくない、あんまかっこよくなくない、グリュールルルン。ということでテラキオンは結構かっこいいんだけどな、なんか体が丸いのがかっこよくないのかな。これかっこいい、みんな今の子供たちからしたらかっこいいのかも。 MK さんがちょっと変なこと言ってる可能性もありますが、聖なる剣やめて待ってこいつさ自称技持ってないよな、大前提。待ってパッと見は鋼格闘とかかな。そう元々のテラキオンが岩格闘なんで、本当は峰打ち今一つなんだけど、今一つか、鋼格闘臭いけどな。聖なる剣やめてって、ちょっと待てよ、これどうする、一回アイヘ打つ、いやしゃーねえな、一旦峰打ち、いやこれは引くか。相手が絶対に聖なる剣を打ってくると分かってるけど別に何もできないからグレンアルマを出しておきましょう。待てよこれさ、ドドゲザンを1回回復してノーマルテラスを切って峰打ち打ちましょう。いやこれさグレンアルマで攻撃しちゃうのはあまりにも怖いわ。お体がしびれて動けない、一旦ここはラッキーでございましたが、満タンの薬をドドゲザンに使っていきましょう。元気の塊とか持ってないもんね。 MK さんちょっとストーリーモードをこっちはちゃちゃっと進めちゃってるからさ、あんまりあれなんだ、アイテムとか包順に持ってないんだ。待ってこれ急所で今の、落ち着け、これ聖なる剣の PP カラスか。聖なる剣って多分さ、待てよこれ欲しがるでごちゃごちゃやるってのはどう。待て待て待て、あこれレーダー切り替えじゃなくて、あれ技を見たいんだけど、技を、あこっちかこっちか、欲しがる、あーこれ待って、甘えると MK さん勘違いしてる、欲しがる関係ねえわ。あ鳴き声あるじゃん、待てよウェーニバルだ、ウェーニバルで鳴き声打ってこれ攻撃下げよう、そしてから捕まえた方がいいと思うちょっと謎のちょっとあれが入るから、調整が入るからよろしく。ウェーニバル一回出しまして、これ OK、 体がしびれて動けない、鳴き声でマックスまで下げちゃいましょう。待って間違って変なの打つなよ、まあまあまあはたくぐらいで、おーっと剣舞持ってる、あーじゃああんま鳴き声意味ねえな、あーじゃあ意味ないな。ちょっと待てよ、今のところ聖なる剣、剣の舞、あと何持ってた、ハタックで一旦よそ、うわ全然食らわねえわ、ちょっと待って、あと何持ってる、剣の自称技持ってるか持ってないかで相当変わるんだけど、うわこれまずいかもな。ちょっと水鉄砲だったら絶対耐えるから水鉄砲打っていい、お抜群ってことは岩入ってんな、岩格闘、岩鋼とかなんかな、やばい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 、ちょっと待って全滅する、こいつで全滅する、やばいやばいやばい、大変なことになってるよ。一旦ドドゲザン出して、自称技は今んとこないから、とりあえずここテラスタルで峰打ち打つしかないけど、あ挑発打てばいいのか、うわミスった、まあまあまあごちゃごちゃ言ってもしょうがない。そしてノーマルになったとてあれなんですよ、聖なる剣は弱点ではあるからね、4倍から2倍になってるだけなんで、いやー今聖なる剣の舞回れてるから多分耐えねえなこれ。はい、ノーマルテラスの峰打ちでどれぐらい食らいますかって話。ちょっと待ってこれ結構早めに捕まんないとマジで、オッケー一回耐えてく、待ってしびれてく、オッケーナイス、でかすぎ、マジででかすぎ今のは、
今の超でかい。はい、ということでこれでなんとか体力1まで持っていけました。あとはグレンアルマでどこまで耐えてモンスターボールを投げ続けられるかというパワフルエッジ変わった技を持っている。したら待てよ、挑発だ、挑発でちょっと剣の前封印するわ。はい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 、これでもう攻撃は上げられないですね。これ剣の前打っててくんねえか、ちょうど。うわー、パワフルエッジ、何それ、いまいち分かってないんだけど、それ何、専用技、まあいいや、何でも捕まれば何でもいいよ。はい、モンスターボール投げましょう、捕まって、もう全滅するわこれ。ワンちゃん1回2回、ちょっと待って、捕まってくれてもいいって。ダッ、1回耐えない、耐えないな、44だもんな。ちょっと待てよ、これまずい、これ大丈夫か、これ一旦グレンアルマ出すけど元気のかけら先使っといた方がいい。いや、そんなことないだろ、捕まりは何でもいいんだ。モンスターボール行きましょう。うわ、もうちょっと手持ち入れてくれよかった、これお願い、捕まって、1回2回、ちょっとほんと頼むって、もう捕まって、まずいから。やっべ、これ耐えねんじゃね、ぐわー、終わった？待って、一番耐えるの誰？ドドゲザンか。ああ、挑発の効果解けちゃった、やばいやばいやばい、全滅する、普通にパフュートン出して全滅するって。これ元気のかけらでしのぐしかないんだけど、元気のかけら11個しかないのか。一番耐えるのは多分グレンアルマだな、言うてもパワフルエッジが来なければなんとかなると思うんだ。あー、まあ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 、しゃあないしゃあないしゃあない。これさ、これどうしよう、これどうしよう、もうしびれるの待つしかないよな、元気のかけら打ちながら、元気のかけらやりながらしびれるの待つしかねえ。なんだよこれ、どうなってんだって。ちょっと待って、聖なる剣切れてないか、こいつこいつなんか聖なる剣打ってこなくない、もう切れたんじゃないの、 PP どう、切れてないのか、聖なる剣の前、こいつ聖なる剣切れてない、ワンチャン。待って、ここ投げるわ、ここで投げないで、どこで投げる、今一回猶予あるから。はい、モンスターボールいっけ、お願い、もう捕まっていいんだよこれ、ちょっとほんと頼むわ、体がしびれて、体がしびれ、うわこいつもう PP なくね、パワフルエッジが専用技で PP5 で聖なる剣も PP 切れてる説ない、こいつあと剣の前しか打てないのでは、一回ちょっと待って、いや絶対メガホンとか持ってんだ、聖なる剣あるんかい、ただ今一つだから耐えていく、ここを、いやでもパワフルエッジ打たれたら意味ねえんだよな、いや念のため満タン打たして、念のため満タンの薬、もうなんでこんななんでこんなやられてんだよ、捕まえに来たんだって。いやーもう持ってんじゃん、持ってんだったら投げりゃよかった。ちょっと待てよ、パワフルエッジって PP なんだ、これ専用技では5だろ、 PP5 だとしたらもう5回打ってねえか、打ってないのかな、ちょ待って、もう元気のかけら使うしかないから、これなんでこんなことになってんだよ、もうちょっとポケモン持ってくればよかった。はい、元気取り戻す、聖なる剣もうないね、オッケー、パワフルエッジ耐えるんじゃない、今一つだからオッケー。待てよ、ここ投げるわ、ここ投げる、ここ投げます、もう捕まってほしい、本当にもう捕まって、ガークリティカ、ちょっと嘘でしょ、なんでこんなしびれない、そろそろ体がオッケーオッケーオッケー、待てよ、そろそろ体がしびれて動けなくてもいいと思うんだ私、そろそろ一回体しびれると思う確率的に、てかもう捕まると思う確率的に、一回ちょっとここでハラハラしたくないんだ、オッケー、いいぞ、今のうちにモンスターボールの試行回数を稼いでもうちゃちゃっと捕まえましょう、いけ、モンスターボールで捕まえるっていうこだわりがあるんです、一回二回、ちょっと待って、三回揺れてねえな一回も、うわオッケー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 、二回しか揺れてなくない、三回揺れって怒ってないぞ、そろそろね、クリティカルでいい、クリティカルで、音どうだった、クリティカルの音じゃない、ねえ一回も揺れないと思う、なんなのってなっちゃう、聖なる剣か、持ってるんだ、ちょっと待てよ、パワフルエッジ切れてない、切れてないよな、 PP10 かあれ、 PP10 の可能性が高い、もうグレーアルマとドドゲザンで回すしかないから、体がしびれて動けなくなるの待ちでね、よっしゃここ元気のかけら、うわー元気の塊持っときゃよかった、まあでもあんま変わんねえか正直、なんかこれ、あーメガホン、一回耐えない、一回耐えねえな、これ耐えないよね、そうだよね、あの炎エスパーだからさ、等倍なんだこれ、うーん聖なる剣が切れててくれ、聖なる剣か、あともうわけわかんない、剣の前しろ、わけわかんなく剣の前しろ、多分あんまりこいつの AI が賢くないはずあんまり
野生のポケモンって賢くないから弱点ばっか打ってくるわけじゃねえんだ。だってパワフル H とかも打ってないからね。オッケー、いいぞ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 。待て待て待て、今ポケモンいるよね。グレンアルマいるから、ここでさらにモンスターボールの回数を稼いでいく。お願い、捕まって、もう捕まって。ねえ、一回も揺れないのはなしだわ。怖い怖い、もうなんでこんな手持ち微妙で来たんだよ私も。いっけ、お願いお願い、本当にお願い、本当にお願い。ここで1回2回、あ、3回揺れて、あぶね、本当に。なんでこんなハラハラドキドキ大冒険してんの。ほんとやめて。ということで、鉄の岩をゲットできました。スカーレットでも読みたいけど、ここでも読んどくか。鉄の岩をパラドックスポケモン岩エスパー、岩エスパーなんだ。金属質のボディらしい。名前は古い本に記された謎の物体から付けられた鉄の岩を。 162.5キロ、重いな。ということで、なんとかゲットできます。かっこいい写真。そしたら今回で鉄の頭も見つけちゃいましょうか。次回ちょっと見つけるところからだと最初時間がかかっちゃうと思うので、見つけましょう。上だよな、とりあえず。とりあえず上に登ってって、あとは周りをぐるっと、ああちょっと突っかかっちゃってるよ、回ってという感じになると思いますが、なんかね、観測ユニットを見下ろしてるみたいな感じだったよね。いやでもあれが大難観測ユニットなのかとか、あんまちゃんと分かってなかったな。もうちょっとちゃんと見とけばよかった。まあまあまあ、そんなこと今更言ってもしょうがない。ということで、未来ドン、これ上行ける？てかここどこ？これ上行きすぎるとさ、戻されるとかないよね？いや、さすがにそういう仕様はなかったはずですけども、あー全然大丈夫。うわ待て、観測ユニットが下ら辺にあると、ここか。ってことはこれを見下ろしてたから、こっちじゃない？こっち違うかな。とりあえずあの上行ってみよう。うわでもあれスタート地点では、うわ待って、スタート地点だとしたら違うな。いなかったもんね、スタート地点には。待てよ、たださ、ああいう下の観測ユニットだとこの辺は、ほらほらほら、なんかこういう角度だったって。待って、キリン力はいいんだ。上、待って、あれはなんか怪しげ。いやでも違うな、ちょっと待てよ、なんか完全に日が当たってる足場だったんだよ。なんかここ穴あるんだけど、一応行く。いや確かに鉄の岩もなんか引っ込んでたところにいたからな、こういう。うわい、おい本当にここか。あここだわ。言われ、あここだな、あここでしたわ。ということで、 MK さんが間違っておりました。ちょっと引っ込んでるとこにいたら見つけにくいって。ということで、鉄の頭見つけることができました。ちょっと回復だけした方がいいね。今回回復しとかないと、これ次回また同じことになるからね。はい、元気のかけらで、元気のかけら、あとはすごい傷薬でいいな。ほい、ここで待て、鉄の岩を手持ちから外しましょう。で、前回 MK さんが捕まえた図鑑用のポケモン、君をたちを元気のかけら要員として手持ちに加えて、よし、これで、じゃあ次回鉄の頭を捕まえるところからやっていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。頭かっけえな。